今回のタイトルはカルダノエイダ最新のトップブランドインティマシーレポートで最高ランクに輝くです。ぜひ最後までお付き合いください。一般的なセクターが成熟するにつれ、さまざまな暗号通貨プロジェクトが市場の優位性を求めてしのぎを削っています。その中でより多くのユースケースを持つプロジェクトは多様な聴衆によく響くようです。特に非中央集権型ブロックチェーンのカルダノエイダは MBLM トップブランドインティマシー2022レポートによると小スコア 52.6 を獲得し、暗号通貨ブランドのトップに浮上しました。カルダノは自動車メーカーのフォードや食品加工会社のネスレなど他の主流ブランドを抑えて全体で26位にランクインしました。その他ビットコインはデジタル資産ブランドの中で2位、総合順位30位、ポルカドットが続き総合順位は111位となりました。同時にイーサリアムは120位に立ち、4番目に親密な暗号ブランドとなっています。 MBLM のブランドインティマシー調査は感情に基づく最大のブランドに焦点を当て、ランキングでは人工知能などの技術的ツールを活用して消費者が使用し愛用しているブランドとどのように結びついているかを評価しています。この調査では0から100の小スコアに基づき強度、アーキタイプ、ステージを検討することで親密性を測定しています。スコアが高いほどブランドとの感情的な関係がより強いことを意味します。カルダノがビットコインを上回った理由、この調査によればカルダノの開発者によるいくつかの取り組みが広く所有され取引されている暗号通貨であるビットコインを上回る資産に押し上げたといいます。特にカルダノの地位は投資コストの低さとリスクを最小限に抑える能力、そして全てのチェンジメーカーに奉仕しようとするプラットフォームとしてネットワークを促進するブランディングに起因している点です。カルダノはチェンジメーカー、イノベーター、ビジョナリーのためのブロックチェーンプラットフォームであり、少数だけでなく多数の可能性を生み出し、ポジティブなグローバルチェンジをもたらすために必要なツールや技術を備えています。これはカルダノがユーザーとの感情的なつながりやより強い絆の構築でリードしている理由を説明しているのかもしれませんと研究は述べています。この調査結果はイーサリアムのようなプラットフォームを引き継ぐためにブロックチェーンをより良くすることを目的とした現在進行中のカルダノネットワークの開発と一致しています。例えばこのネットワークはブロックチェーンをよりスケーラブルにすることを約束するバシルハードフォークの展開を待っています。さらにカルダノは2021年にかけて GitHub で最も開発された暗号プロジェクトでもあります。ビットコインは消費者の生活により深く根付いている。 MBLM はビットコインがカルダノに遅れを取っているにもかかわらず消費者の日常生活の重要な一部として際立っていると同時に消費者の日常生活により深く浸透していることを指摘しています。暗号通貨が初めてリストに掲載され19業種中8位にランクインしたことは特筆に値します。これは従来の金融サービスに対する消費者の不満が高まっていることを示しています。これらの金融機関に対する信頼の低下と軽蔑の増大は不満を抱いた消費者が代替手段を探すことを促すかもしれませんと報告書は付け加えています。 MBLM は暗号通貨が既存の金融サービスを凌駕しており、このことが両業界の将来に影響を与える要因となっていることを認めています。しかし研究者は持続可能性は特にセルシウスのような暗号ブランドが破産を申請したことを受けて規制と投資家や消費者の保護に依存すると指摘しました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録高評価をお願いいたします。